次はですね、村山五郎の個展ですね、拓郎染谷コンテンポラリーアート、寺田コアートコン、寺田コアートコンプレックスですか、場所あれは。ちょごめんなさい、ちょっと正式名称が間違ってるかもしれない。天王洲にあるですね、スペース、ですね。で、展示されておりました。展示されております。村山五郎個展、ペインティングフォールディングというタイトルの展示について話したいと思います。はい。まあまあ、これが、タイトルの入り口のところですね。はい。で、まあ、これは村山五郎です。はい。まあ、作品の名前があるわけですね。これね、ペインティングフォールディングっていう名前なのに、全部ね、名前、今回展示されているのは全部ドローイングっていう、あれなんですけどね。ドローイングカップリング。基礎的生成パターン。ドローイングカップリング三角。ドローイングカップリング迷路。なんとかドローイング。これ最後わかんねえな。セルオートマトンとかなんかまあいろいろ。これなんかちょっとこっちの方が分かりやすいか。まあこれから見ましょう。ごめんなさい、これちょっとあれですね、ぼやけちゃってますね。これはですね、まあこれさっき言ったんですけど、日本家屋のですね、床板ですね、床板みたいなのが結構残ってるみたいで、でその残ってる床板をこうもらってこう削ってですね、まあかなりいい板みたいなんですね。何の板だったか忘れちゃったんだけど、欅だったかな。で、ですね、これ細かく見るとその間ね、この木目、これねものすごい分かりにくいんだけど、実はこの木目の間をこうやってこう線引いていってるのね。で彼の場合はこうなんかルールがあって、ルールを決めてるのよね。こうとこうなったら、まあこうなんだ、緑と白だったらその次は赤をこっちに引くとか、なんかそういうルールがあるのよね。でそれによってこうずっとドローイングが続けていくっていう、でドローイングが自己生成していくっていう、それがまああれですよね、オートポエシスっていうことだけど、そうそう。でまあこれたまに間違ったりするから面白いんだけどね、本当はね。まあそういう作品ですね。でこれね、不思議だったのはね、これ全然木目に見えないっていうのが面白いなと思った。これ木目に見えますね。木目に沿ってるように全然見えないのよ最初なんだけど、これよく見たら確かに木目に沿ってやってるのよね。これはね結構面白かったですね。これなんでかわからないんだけどね。ね、だから木目っていうものってなんか全然違う見え方がしてるんだね、僕たち。こう全体をこう見るっていうことの方にこう集中してるから、細かいところを見るっていうね、こういうふうにこの枠がみたいな、わかる？この枠、この枠、この枠みたいな、分裂して見えてないんだろうね。こう全体のこう模様っていうかな、として見えてるんだねっていうことが僕分かったね。でそれは結構面白いなと思いましたね。はいはいはい。これもそう、これも一緒なんですよ。これもだって木目に沿ってるの見えないでしょこれね。だけど木目に沿ってるんでこれね、らしいんですよね。そういう作品でした。でまあこれいつものこの織物じゃなくて織物になるのかな、編み物になるのか、編み物にならないんだ、織物だね。あれね、ラインがいっぱいあるからね、織物なんだけどでまあ作ってるわけですね。でその上にドローイングをするっていう作品なんだけど、これはですね何を元にしてるかっていうと、おっと、はい、これめっちゃ複雑な画像、あこれ出していいんだっけな、ダメなのかな、どっちが出していいんだったか忘れちゃったな。まあいいや。でごめんなさい、これちょっとちっちゃくします。でこれね、これはこれがあれコロナウイルスなんですよ、 COVID-19 のウイルスなんですよ、のこんなに複雑なんだってタンパク質構造ね。でこれを元にこの作品作ってるんですよ。でこの今回の作品で明らかに新しいのはこれこっちに来た、つまりレリーフになってるでしょこれ
ね、こっちに、これなんでこれどうやって止めてるのって聞いたら、実はそのこういう風にね、あの螺旋構造あるじゃないですか。螺旋構造って螺旋構造だけだったら安定しないわけですよ。よく考えたらそうですよね。こうやってギュッて引っ張ったらそのままピュッとこう伸びちゃうじゃないですか。でパラパラーとこう、あの紐、要するに何て言うの、あの新体操の紐じゃないけど、くるくるくるっていう、そのくるくるしてるモーメントね、モーメントの力がない限り、あのモーメントってあの回転力ね、モーメントの力がない限り、それってすぐパラパラってこうほどけるはずですよね、考えたらね。でもあれなんであれ安定してるのかって言ったら、このくるくるの間をブリッジしてるやつがいるんだって。わかる？こういう風にくるくるくるってなってる間のを、要するに縦にこういう風にキュッとこうどっか繋いでおけば、それってハラハラとこうほどけないわけですよね。そこでいくつかで止めておけばいいわけ、ブリッジしておけばいいわけで、真ん中に線があるとかじゃないんですよ、とか引力とかじゃないんですよね。ブリッジしてるんだって、タンパク質が。そういうことらしいんですよ、ね、でそういう螺旋、構造っていうも、そういう、を作ることによってこれが可能になってるらしいね。そういう作品なんですよ。これはね結構いいですよね。これなんかねすごい、あの飛躍した感じですね。でこれが人間の方の受容体らしいです。だからこれにくっつくわけですね。これだから、あのよくあのこうピョってこう出てるところあるじゃないですか。こういうふうに、あの何ウイルスがあって、ここにこう突起物が出てるじゃない。でこの突起物のところにこうパカッてはまるわけね、人間の受容体がね、っていうことになるわけですよね。だから そのパカッてはまる方の受容体がこれで、これもブリッジしてるんだって。だからこういうふうにこうブリッジになってるんだよ。そうらしいです。でこれからどういうふうにこうあの影響がしてるのかっていうのはよくわかんないんだよ。でこのよくわかんないところが、まあ村山五郎の面白いところだよね、やっぱり。だからお前これどういうふうにブリッジやってんのみたいな聞いても、彼には意味ないわけですよ、実は。いやなんとなくみたいなでそれこそがオートポイエティックなわけよね。そこがすごい面白いところで、うん、だからまあそこをね、もう1段2段突っ込まなきゃいけないんだけどね、本当はね。これはねすごいいい作品になってましたね。これ面白かったですよ。これあんまり映さない、はい、これほら、これをね見るとわかるかな。これがこうなってこうなってるでしょ。こういうふうにこうなってるじゃない。こういうふうになってるでしょ。だけどこいつブリッジしてんだよ。これがこうなってこうなってるけど、こいつは間をブリッジしてるわけね。これで固まるんだね。こういう構造になってるらしい。お、面白いね。ね、こういうことらしいです、はい。でこれはですね、なんかね、あのタイルで、あのね、平面を全く同じ図形で埋めるっていう、そういうなんか数学があるらしくて、これなんかこれもその一つらしいんですよ。ね、でこういうね、これなんとかタイルっていうらしいんだけど、でこのなんとかタイルっていうので埋めていくんだけど、これよく見たらここ隙間空いてるじゃない。この隙間何って聞いたら、いやいやこれはあのもっと正確にあの機械とかで出せばね、あの綺麗に埋まるはずなんだけど、俺手でやってるから手でやってるから埋まらなかったとそのズレがここにあるんだと。あのね、でもね、村山五郎の作品ってね、このズレがいいんですよ。そういう作品なのね、本当はね。このズレにこそこの意味があるんです。これがなかったら意味ないんですよ。あのコピーしてるだけだからね。でこれがオートポエ、もしね、これね、オートポエティックに生成されるとしたら、こっちじゃないのよ。こっちなのよ。こっちが生成されてるわけ。わかる？だから、彼のオートポエシスっていうのは、実は、そのズレとか間違いっていうものを自動的に生成するシステムなんですよ。僕はそう思ってるわけね。これはね、すごくいいと思う。でね、これね、めっちゃいいですよね。これ何これって言って、これなんかめっちゃ超色いいねって言ったらね、これがねラピスラズリなんだっつってた。これがラピスラズリの色なんだよって言ってたね。だからラピスラズリってすっげえいい色なんですね。やっぱり今見てもあのめっちゃこれいい色ですよ。これ本物で見たらまたあの全然違いますけどね。あのもう全然色が違いますね。やっぱすごいいい絵の具って、やっぱいい絵の具なんだなと思いましたね。はい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 、ね、で全体で言うとこんな、こういう感じなんですね。あの展示もすごくいいですよ。
もう一つあるらしいんだけどね、ちょっともう一つは展示してないらしいんだけどね。はい、で、五郎、村山五郎、はい。まあこんな感じですね。これちょっと縮尺がおかしいですよ。これ結構でかいんですけどね。はい、あ、これ私がね、行った時ですね。はい、あ、これ、あ、これあれか。これあれだな。これあの、インスタグラムに上げた写真ですか。でもね、これね、新しい展開しててすごくいいと思いましたね。あ、これレリーフになったのは全然違う、全く違うものになってますね。ただあの、僕あのさっき言ったみたいに、やっぱりあの村山九郎の面白さはそのエラーを生むっていうことですと思うんですね。エラーの自動生成機械みたいなことなんですよ。だから人間ってエラーなんですよ、基本的に。人間とはエラーですよ。っていうか ね、 あのね、 AI とかに勝つとしたらね、人間はエラー以外ないです。いいですか、いいですか。我々勝つとしたらエラーしかないね。でそうやって考えるとね、 COVID とかに勝つのもエラーしかないかもしれないんだよな。だからエラーみたいなので、なんか我々がの抗体みたいなのができるかもしれないしね、分かんないけどね。まあまあまあ、なんかそんな気がしますよね。はい、そういうことですね。はい、ということで、まあまあ村山五郎についてはね、またいろいろ話す機会があるかなと思いますし、もしね、彼がいいと言ってくれれば一緒に話したりもしたいなと思っております。ということで、村山五郎、ペインティングフォールディング拓郎染めはコンテンポラリーアートでした。はい、ありがとうございます。ということでね、皆さん、いいね、やチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。はい。